ってきて。サッカーボールの蹴り方と人の顔蹴るってなったらまた全然違うと思うんで、殺傷能力のあるサッカーボールキックをリングの上では見せれたらなと。結構ずっとできますか？はい、別普通にこういうのなら何回でもできるんですけど、でもわざと思うんですよ。うぇーい、もうないんですよ。いつもやってます。まあこんな感じで、ありがとうございます。カメラマンの人でした。おー、えありがとうございました。最後30秒だけリフティング。リフティングですか？30秒だけです。くるってやってみます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。毎回普通のミットだったらちょっと面白くないかなと思ったんで、今回ちょっと久々にボール蹴ったんですけど、なんかそういうパフォーマンス的な感じでやらせてもらいました。フィニッシュはもちろん一番その終わらせたいフィニッシュというかは、サッカーボールキックとかそういうのを見せれた方がお客さんも盛り上がるし、自分もやりたいんですけど、やっぱそこに持っていくまでが一番大変なんで、はい、まあこれはこうなんだろう、ちっちゃい時からサッカーやってたんで、そういう動きが自然に出たらいいなぐらいで、やっぱ今はその格闘家としてやらせてもらってるんで、その、まあ、格闘技を見せてこうチャンスがあればそういう盛り上がるフィニッシュしたいなぐらいです。ほんと久々にサッカーやったんで、まず枠に入るのかがすごい不安だったんですけど、こう何本か入ったんで、まあそれだけでいいから。カメラ撮られてとかは結構初めてですし、あんまりこんな緊張してボール蹴ったのは本当にこう中学校ぐらいの時の公式戦とか以来かなっていう感じです。こうやっぱサッカーボールキックは本当デビュー戦の時も狙ってたわけじゃなくて、来て自然と出た感じなんですけど、やっぱもっとそういう今後
いろいろ試合積み重ねていくうちにこうできるチャンスが来たのに蹴れなかったみたいな後悔は絶対したくないんで、そのやっぱその体勢になったらいつでもスパンと蹴れるようには常にイメージして、でたまにこう試合がない期間はこうちょっと休みの日とか遊びでサッカーして、なんだろう、こう一トレーニングとしてイメージもしとこうかなっていう感じです。でもサッカーボールの蹴り方と人の顔蹴るってなったらまた全然違うと思うんで、そこは難しいんですけど、自分は自分なりの殺傷能力のあるサッカーボールキックをリングの上では見せれたかなと。